さあ今回もザ・ワンダリング・ビレッジやっていきます。さあ前回はねずっと砂漠をさまよってまして、水が1200から500まで減ってきたと。で一旦ちょっとね戻って、んでないかなと。ちょっともうねここきついんですよ、ルートとして。砂が発見できればいいんだけど、なさそうかな。ちょ、このまま行ったらね死んじゃう、さすがに。水がないです。あとこのね灼熱が多いんで、水が多いしちょっと腐っちゃってると。砂これ見当たんないか。まあ、またね砂漠あるでしょう。さあここにあるねサバイバル記念碑、生き延びた証となる記念碑を作るためにいるんで、後半戦をまたね見つけたら砂漠に突入、そのための準備をしよう。 B2 トマトも行こっかな。じゃ先に変えといてと。でちょっと病院作るか。病院2つあったと思うんだけど見当たんないんで、診療所だね。あこれか、あるある、2人入ってます。じゃあいいかな、ここで2拠点2人体制の合計4人、これいきましょう。死なないか。あ待って、あれ見えるよ。これちょっとぶつかんないですか、今言ったら。いやぶつかるか、ちょっと待ってね。ここ寝たらね毒性高いんですよ。ってことは受けてしまった方がねいいんじゃないかなって。まあもう避けられないですけど、ここでいるのは除染所フル2つかつドクターの追加、そして人の余り、さらに薬草がいると。薬草フルにする、これいってみよう。さあもう毒はね避けらんないんで、これね強いのかな、まあ、ここで高いなんでここで寝るのが一番やばいけど、まあ、それはありえないからちょっと餌だけあげとこうかな。あこれくらいなら大丈夫でしょう。ここよね、ここ、これは避けたいけど寝ても欲しくないと。難しいとこだね。休んでも寝ちゃうし、まだいけるか、まあ、食らった方がね短期間で終わるかなっていうところで、選択肢的にはマシなだけだね。みんな毒にはかかってはない。あ中毒1人か、全然大丈夫です。それならおんぶの毒もね取らないといけないけど、やばいでもこれめっちゃ遅いんだよね進むの。これも受けよう。いやでかいなこれ、超高だよ。初めて食らうんだけど、おんぶにちょっと解毒しようか。してみても、うわボンブが見えないこれはすごいんじゃない、さすがに。猛毒が1人、中毒が6人と。さあみんな押さえてくれ。これはもう人海戦術完全に。あーちょっとベリーいかれますねこれね。一つ貴重な食料源、でお腹が空いていると。もうこれも避けられない、もう一方的に受け続けてるね。これが嫌なんで砂漠にこもってたんですけど、水がなくなればね結局はっていうところで、
餌どうぞと。でここで寝たくもないから食べてるね。超高よりマシか。ここで寝たら超高だけど。頼むぞ。でこれバイオガスだいぶ重要です。あるいは本部から炭汁かな、これ取ると。まあ抜けたね。うん、でも砂漠が見えないな。これ人はいらないんで別さん止まることなく。あ、どっちでも同じか。じゃあ南かな。次寒くなるよと。寒くなる対策は、まあ、手堅いのはビーツかな。トマトじゃ耐えらんない。小麦も正直耐えらんないんだけど、まあ、腐りはしないんで大丈夫かな。薬草はねやっぱだいぶ使っちゃったんで今ね本気収穫中。あ、人いないね。マジか。まあ、ここ離れればいいんですけど。人手不足ね。じゃあ取ってもよかったけど結局寝ないといけないからね。もうちょい進んでほしいな。除染場抜いて鉄抜いてかな。よし、これ7人余り。余るときは余るね。あの知識いけてないね。今ね研究中なんで知識でまたすぐに進めたいとこだけど、あれ届かないかな。ギリギリいけそうじゃない。あ、いけたいけた。だいぶ先になるけど、さあこれいきなりね寒くなるんでちょっとね入ってから寝てほしいな、できたら。あ、待って待って待って、これさあれだね、作ったやつ効いてるな。あぶねえ。オムは寝るのか。あんまこれ寝てほしくないけど、まあ、毒タカの状態だね。半分くらいになったら起きよっかな。さあこうなるとちょっとみんなが中毒状態になっていくんで、まあ、リスクはあると。さあこれできないかな、まあ、絶対足んないか。なんとしても砂漠に向かいたい。で水は復活中。まあ今一緒に貯めときたいよね、できたら。水が多分ないんだな。この辺に置いておいてと。さあまだ、あ、いけてないか。半分いったら起きよう。さあ一応薬草はね回収できたけど、どうしよう。まあ減らさなくていいか。人がいればね大丈夫と。食料2000あるんでいけるんじゃねと。まあひたすらビーツの料理を作るを繰り返すと。もろこしもだいぶあるんでね、もろこしの料理も作り続けてもいいと。本部起用、歩く4部。毒が辛いです。猛毒が1人、中毒が25人。中毒を治すにはちょっと医者減らしすぎたかな確か。ここだよね。
2人かな。ああ4人か。こっち減らしてもいいや。あんま人いないからね。待って待って、ここ今なんかできてるよ。できてるけど誰かいないのか。あ、まずいまずいまずい。除染所抜いてましたけど、まだじゃんと。あまりはいる状況なんですけど、やばいな。この辺をどうにかしたい。一般作業員がいるんで、建築さえしなければ多分大丈夫。まあその状況、お砂じゃん、ナイス。そこでかすってもいいからね。かすり取りしよう。さ、寒いから菌繁殖しないでしょね、普通なら。燃やしてくれ。いや危ない危ない、ちょっと早すぎたね。あの地帯抜けるまではちょっと安心できないか。上側がなくなったら、ちょっとなくなって、これなくなってないでしょ。下メインにしたいね。あれはどうかな、寝ないと取れないか。さあ砂1個見えたけど、あれでできたらいいな。ちょっと木を作ってみたくはないかな。木は毒になるんですよね。おんぶ白液化装置やってみるか。おんぶ関係です。さあこの辺やばいんで、みんなで抑えようよと。まあ、木を切ってくれれば広がらないから、そういう方法ね。ちょっとこう木から畑も避けてほしいから、ここで行けたらいいかな。しばらく何もない。餌あげよう。まあ、しばらく何もないけど寒いんで生育環境は悪いと。特に餌と薬草が育たないんで、その点が大変かな。もちろんだいぶ抑え込んでる。入れっぱなしでもいいかもしんないね。ちょっと警察みたいな感じで最低限抑えれるように。モンブの毒もさっきね取り除いたんで、もう大丈夫と。高まるとね、勝手に体に毒が生えてくるみたいで。あ、まだあるじゃん。そこで仕事しているはず。で砂が運ばれてきて、来た来た来た。これいけるわけでしょ。いや、いいねいいね。人口がね、まあ100人いないんですけど、だいぶね人通りが多くていいですね。拠点か。お、さ、ガラスできたようです。まだ次来るからね。お、出るか。もうないか。ちょっとこれ北行きたいな。北に砂漠の影が見える。さあどうだろう。だいぶ抑え込んだね。右上のもちょっと、これ大丈夫なんですか、ね、まだあるよ一応。残りみたいなもんが。取りましょう。孫武眠ったんですけど、まあ中ぐらいならね、今のこの規模感でも抑えれるかな。寒さももうじきなくなるんでね。でこうなると多いんですよね。成長してないと取れないから、結局3人用がね意味がないと。とりあえず植えてもらって、さあこれやっぱ広がってくるね。地続きにこの辺まだあるから優先高めよ。勝手なくなるのかな。下のねやつは多分、ここなくなったのは多分取ったからと思うね。命令はしちゃったんで影響しているだろうと。これ行きたくないし、ちょっと北の砂に夢を見よう。
案外できてたりしない？これ3枚くらいだったよね。あと4枚か。案外足りないな。1枚はある、まあ、つまり足りないと。よし、ナイスナイスナイス、なんとかだね。まあ、ここまで端っこの上やればもう危険度もないしね、安心安全と。さあ結構長いな寝るので。バイオガスはまだまだ一応あるっちゃあるんし、さっきね間違えて取りましたこの炭汁もねあるんで、本部自身は大丈夫と。もしなかなかね長いこのね1000キロを超えた音部との旅、もうちょっと砂が見つかればガラスで完成すると。さあとんでもない毒浴びてもねなんとかなったんで、拠点としては大丈夫ですね。常に燃やすとこに人は入れれると。あちょっとさらに毒耐性とか畑とか行くと足んなくなるんで、まあ、100人は欲しいね。